これめちゃくちゃ相談多い内容で、全然硬い文章でもいいんだけども、自分の今の背丈の文章が書けたらそれで良くない。どうもこんにちは、ギャラクシーボックスのクズです。ちょっと嬉しい話があったんで、ちょっとオープニングその話だけさせてもらおうと思うんですけども、僕 YouTube やってるじゃないですか。本の話してるでしょ、執筆の話とか。まあこれを知ってくれてる方とかね、 YouTube をとか僕をでも知ってくれてる方は角さんイコール出版の人やで分かってくれるんですけども、最近ね、僕 Twitter を長年やってて、まあそこで繋がってる方っているじゃないですか。まあ絡みがあるかないかの、まあ多い少ないその方々にもよるんですけども、一人の方が DM くれてね、男性の方で、結構昔、もう始めた当初3年以上前から繋がってるんですよ。DM 始めてきたんですよ。で、何かなと思ったら、あ、加藤さんって出版の人なんですねって言われたんですよ。今まで何や思っとってん俺のこと。でもなんかやっと出版の人って知ってもらえて嬉しかったなと思って、 YouTube 見ますって言われて、なかなかやっぱ届かないんですよね。繋がってるだけじゃもったいないなって改めて思ったのと、やっとその方にね、出版の人って分かってもらえたっていうのは嬉しいなっていうのが、今日のオープニングのトークでございました。はい、まあ今日も早速です、フリートークなんですけども、よくある質問相談っていうものをダラダラダラとお話しようと思いますので、よかったら最後まで見ていただきたいのと、グッドボタンチャンネル登録お願いいたします。ということで今日のトークテーマはこちら、文章が硬くなる人へというお話をしようかなというふうに思います。これめちゃくちゃ相談多い内容で、まあうちね、紙の本を作って出すっていう仕事をしてるんで、そこのサポート入るんですけども、まあ途中ですね、執筆途中にどうしても私の文章硬くなるっていう方がいます。まあ確かに硬く見えちゃう人もいるんで、まあそのあたりを僕はどうアドバイスするか、今もし執筆中の方とか、いずれ本書きたいっていう方とか、まあ今長編のブログ書いてるとかっていう方、参考になればなというふうに思います。で、まず冒頭にね、僕はね、言いたいのは、硬い文章があかんってわけじゃないです。全然硬い文章でもいいんだけども、著者さん書き手さんっていうのは、まあ、自己表現を、まあ、もちろん本でする中であんまり硬く思われたくないっていう方が多い。だから多分柔らかく文章したいなというふうに思われるので、今日はもう、まあ、フリートークでね、まあ、バラバラバラーとアドバイスを入れていくので、まあ、ハマるところがあれば参考にしていただきたいなというふうに思うんですけども、まず硬くなる理由っていうのは、まあ、人それぞれあるんだけども、多いのは紙の本にしようと思った時にどうしても型に力が入るんですよ。いい文章を書こうとか、賢く見られたいとか、その分野でやっぱりある程度こう情報知ってるんだよってことを本にまとめたいんですよ。でそれを出したいっていうから、どうしても硬い文章とか難しい言葉を使っちゃったりするから、まずそれやめよって。でその出した後にどういう反応があるかって、出してからじゃないとわからないじゃないですか。まずね、それでいいか悪いかの評価はされるかもしれへんけども、まず書こうと思ったタイミングで100点の本は目指さないでください。かっこいい本を目指さないでください。もう自分の今の背丈の文章が書けたらそれで良くない。そんな見え張ってカッコつけてもさ、バレるし。なので僕は、まあ、言い方悪いかもしれないけども、100点を目指すなっていう。まずは、もう50点。いいじゃない、初めて書く本で50点取れたら。何でもそうじゃないですか。初めてやることでさ、いきなり100点なんか無理なわけだよ。っていう話をするんですよ。すると、まあまあ、納得する方もいます。まずは100点目指すの、50点でいいや。そんなだってやったことないことで、80点無理やって。そう、何回も何回も本を書けば、それは5冊、10冊って書けば、ある程度その、ね、クオリティを担保して、もっともっと良いものを作っていこうっていうのはわかるんで、初めての本でさ、まず100点目指すな。で、硬くなっちゃうのであれば、さっき言いました、カッコつけると硬くなるんですよ。漢字を使おうとしようとか、難しい言葉を使おうとしようじゃなくて、小学生、中学生にも読んでもらって理解してもらえるっていうのが、まあ極端だけど、子供に見てもらって理解してもらえる文章を書こうっていうふうに僕は言っています。まあまあ本当のところはね、中学生高校生って言われてるんですけど、もっと敷居避けたかったら小学生でもわかる本でいいんじゃないかなっていうふうに思います。自分目線じゃなくて相手目線で、ちょっと年齢が下、子供に読んでもらってもわかるっていう。だからもしやで、ね、もし著者さんの中でね、執筆原稿があって、子供がいます、私にはで、子供が中学生にいますとか、高校生にいますって言われるのであれば、あんまこう、漏洩はしたらダメですよ。原稿ダメなんだけど、身内で、しかも子供がいるんだったら、読んでもらったりとかです。
で全部読んでってなったら大変やから、この一章のここだけ読んでとか、これ理解できるとかっていうのをやれば結構丸く原稿がなっていくっていうのは僕は見てきてます。これをおすすめです。まあ子供さんがもしいらっしゃるんやったらそれもありかなっていうふうに思います。あとちょっと話変わるんだけど、ひらがなをうまく使うっていうのも結構大事で、みんな賢い本にしたい、カッコつけたいから漢字を使うんだけど、あえてひらがなっていう風に書いていくとね、丸く見えるんですよ。なのでちょっと子供向けの本屋さん売ってる本とかって結構ひらがな多いでしょ。だから丸く優しく見えるじゃないですか。でそれを全文うちはねひらがなにしたらそれは読みにくくなるだけなんだけど、あえてひらがなにするっていうのは僕はいいのかなっていう風に思ったりするので、ひらがなをうまく使って文章をね構成されるといいのかなっていう風に思います。で、まあ、この練習方法、まあ、いきなり本ってなると結構硬くなる方もいるんで、もう日々、僕は日々ですよ、練習でできるなと思ってるのが、もう本当短文を書くっていうことを繰り返す。僕はこれをね、ツイッターでやってます。ツイッター140文字。今ちょっとね、文字量が長くなったりもしたんですけども、まあ、140文字でどう収めようかっていうのを、もうずっと訓練するんですよ。で伝わるようにとか、どうやったらいいかなとか、まあ、句読点もそうかとか、漢字の量、ひらがなの量、バランスとかっていうので、どうやったら読みやすいかな、硬くならないかな、丸くなるかなとかっていうのをツイートで練習してるので、もう練習でいいです。練習として僕はツイッターを始めたっていうのも実は理由があって、文章上手くないだから。っていうのもあるので、まあ、そうやって日々、本にしようと思ったら硬くなっちゃうんだったら、まずなんか本以外のもので文章、短文を作るっていう、それが読みやすいのかどうなのかっていうのをやっていくと、文章はちょっとずつ丸くなっていくんじゃないかなというふうに思います。今日はね、文章をきれいに書くというよりも硬くなる人に向けた、動画となりました。まあ参考になれば嬉しいでございます。まあよかったらまた感想とか、まあ、次逆にね、文章柔らかくなるんですっていう人から相談来るかもしれん。じゃあちょっと漢字使おうかって話なんですけど、まあそういう形でね、みんな悩みがあるので、またよかったらコメント欄にこれどうなんですかとか言ってくれたら、僕また動画にしたいなというふうに思います。ということで今日もありがとうございました。ギャラクティクスのカズでした。また。